そうなんですよ何がスーパーマーケットの話なんですよスーパーでいいより強くきますよくあるよねこんなネタがねそうなんですよちょっと驚くかもしれないです今日もまた何ですか距離感ってあるじゃないですか距離感はい人との距離大事ですよよくねまあ僕何回かも行ったことあるんですけどこのスーパーでの距離感なんですけど特にレジ回りなんですけど でこれ僕夜遅くでまたあの人があまりいない時間帯だったんですけど、うん、僕ちょうどレジやってたんですよで商品買ってピッピッってやってる時になんか声が聞こえて遠くの方というか、うん、で最初見えなかったんですけどどんどん近づいてきておっと思ったらなんか鼻歌を歌ってる感じでで何のか分かんないですけど一応俺のイメージで今言いますけどふっふーふーふっーふ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 ーみたいな。 感じででどどんんん近づいてくるんですよ、うん、だお男女男でした<ー>男性の方であでっかい鼻の歌だなと思って「<ー>はいはいみたいな俺の次だったんでもうレジな、うんか俺以外いなかったんではい、はい、隣来てからこのなんか商品置くときに「はーい!」みたいなちょうど「はーい!」って。<laughs> <laughs> も,うもう十分だろも,も,うもう十分だろ。十分ですかこれでああ十分アホだろ <laughs> ああ相当大きい声ではないんですけどもう十分をまさにこうはい、はい、き大きい聞こえる感二人と店員しかいないんでもう十分あなたのアンテナには引っかかって、ね、<laughs> そうですね店員さんもちょっとちらっと見るぐらいだったんですよああピッてやりながらでなんか格好がのタンクトップとハンパンとタンクトップ ト <laughs> ップと島ぞりなんですけど、これ最近の話いや、まだ、一応、今年なんですけど、3ヶ月前だったかなま,、はい、まだ寒いやし、スーパーなんてさらに寒いんですよ、<ー>全然その格好で,で、日焼けはやってたから、ちょっとしっかりは見なかったんですけど、はい、なんかサーファー崩れっぽい感じがしたんですよ。 なんかそのあとも、はーいみたいな言い,言いながらも、ふふんふんふふん,ふん,ふんみたいな、ちょっとリズムを取ってる感じで、んこれのよってんのいや、分かんないです、僕、全く、匂いはしなかったんで、あ,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 あそうそのあとですよ、もう、そのあとというか、うん、あっという間だったんで、僕あのー、ちょっと、ピッピってやってるときに、なんか、料金が出るところ、ずっと見,て見るんですよ、ああああこの商品いくらですよ、みたいな。ああいくらかなっていうね、はい見、見ますよね。<う>はい 隣のフフンフンさんがそれフンフンさんって言っての名前分からんからな俺のこの足あるじゃないですかその何てうんですか足先というかに足をつけてきたんですよ足を並べたんですよ隣にピタッとピタッと島ぞりでなんか足を大きさ比べてるみたいな感じでそんなにピタッとピタッとつけたんすよ びっくりして俺なんかちょっと見たんですけどさこの人も俺の顔素の感じでずっと見てるんですよで俺一応会釈じゃないんですけどなんか「どうも」みたいな感じでこの時点120回もう距離感がゼロになっちゃって俺普段なんか年配の方とかも詰めてくる時は堂々と絶対どかないんですよ いやもうこのあと俺がちょっと動いてぶつかってもあなたが悪いですよといやここは今俺の場所なんでそうヤータッやってきてるからヤーが入ってきて、ね、あなたが悪いんですよなこの時ばかりはちょっともう足ちょっと反ら <laughs> 負けたやつだと思ったんですけど <laughs> やばいと思ってもうずっと見るしで一応とりあえず僕はあのこのピッピピッピ終わってじゃあ青酸、はい、機あるじゃないですかあ自分でお金入れてやるやつそうなんですよはい、はい じゃあここでやってくださいってあとまあ1番とか2番とか3番ってでやってるんですけどその間ずっとくっつけっぱなし1回つけて話すじゃなくてその時はもう俺が話したらもうつけてこなかったんですよ、うん、何やってたんか分かんないですけどしたら俺生産期たったんですけど、うん、この人の番じゃないですか次、うん、ピッピッタンが23個ぐらい商品やるんですけど、うんはい、店員さんが取ってピッてやる時にいなくなってるんですよあれと思って、うん、したら 俺の後ろに立ってるんですよ俺の後ろにもうピッピッって商品やってる途中でもうすでに俺の後ろに立って生産機の後ろに、はい、やばいと思ってもうちょっと首ひねったんですけどちょっと見えたんですよ、うん、立ってると思って、うん、めっちゃ近いんですよそ、うん、したら一応店員さんもなんかポイントカード持ってますかとか、うん、袋持ってますかって一応声かけるんですけどい、はい、俺越しに声かけたんですよ、うん、そしたら「えい!」 ーみたいな、元気よく声が返ってくるんですよ、これこれこれ元気かこれ <laughs> なんか、ポイントガード持っておて、袋持ってますからね、うわーみたいな言うから、もうびっくりして、一応いるのは分かってたんですけど、<ー>こんな声出すんかっていうのと、距離感が分かるじゃないですか、<ー>この声で。はい 本当にも真後ろじゃないかっていうぐらい、もう、嫌だ、<laughs> 後ろに立ってる感じがして、やばいと思って<ー>で、その後じゃ何番でお願いしますみたいな、生産機何番でお願いします、普通、1個じゃないからね、そうなんですよ、いくつかあったんで、<ー>でそしたら、隣だったんで、隣に移動しよったんですよ。 わ俺の後ろに並んでここと思ったんかなみたいな感じで、えー、めっちゃ怖かったんですけど「うん、まあまあ一応大丈夫だと」と、うん、その後袋詰めとか俺しようかなと思って生産終わったんで,、うん、でやってたんですけどこの男の人は今度この何て言うんですかこの生産機との距離感もめっちゃ近くて「もうな」<laughs> <laughs> う「つかむ」じゃないですけど。 もうこのモニターの方をこを両手で掴んでなてか肘つくぐらいの感じでめっちゃ体タック足くるやつだと思っていや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 入れられないってうっついて <laughs> そ,そしたら料金出るじゃないですかなんかチラッと見たんですけど、うん <noise> 袋,袋っていうかまあまあ財布かなんかチャックかガマ口かちょっと分かんないですけど開けてうんうん小銭のところに全部ぶちょれちょれちょれにいるんだよな面倒くさいが <laughs> 全部入れる人そしたら今度この入れた穴あの小銭入れの方をこうなんかめっちゃ双眼鏡みたいじゃないですけど見て出味見てるんですよ中をうんうんで見ていっ1 2さよし 一二三四とか言って何て何か 1, 2,「二三四なんか数えてたんですかねわかんないですけど一二三四って言ってんの 12341234! ってかじゃらじゃら言ってるのを数コインを多分数えてるんですかねいやギリギリってわかんないですけどめっちゃ確認してでその後まあお釣りやっぱりあったんでしょうねなんかそれ取ったんですよ <laughs> で一応俺はちょっとずっとは見なかったんですよ肩越しにちょっと見てさすが、相当独特やさんとか思いながら袋詰めしてたんですけど <laughs>、うん、さあこの人はもう23個ぐらいだったんで多分すぐもう手で持って出る、うん、この時、ですよ、ね、また何俺の後ろ側通ったんですけど、うん、まあもちろん出口があれなんではい、はい、俺の肩をトントンしたんですよ。お トトントンしたんですよ俺の肩やばい何と思って<う>絶対この人だと思って、うん、この人が俺の方トントンして、はい、で普通に散らして、うん、でなんか「じゃあ」みたいな感じで去っていきったんですよ。 シュワシュしシュワお前、誰かお前みたいな今日、今の時間面白かったねみたいな雰囲気のトントン共有したねみたいなみたいな感じで <laughs> いやいやお前、誰かや全然知らんぞや仲間じゃないわよ、俺みたいな感じで勝手にしかもじゃあみたいな感じも片手上げとかじゃなくてどくと肩でなんか肩をこう <laughs> 分からないですけど何つってんのかな。 なんかビートたけしさんじゃないですけどじゃあみたいな肩上げな肩上げて手上げてるみたいな感じみたいな分かんないですけど感じやって前一応持ってたからか分かんないですけどびっくりしてなんか距離感俺体の距離感とかも心の距離感もう近づってしまったみたいな相手側からしたらびっくりして本当に独特すぎていやほらこれ那覇だったら太五郎や。 だだから許されるんだってやほらや <laughs> 一応ね逮捕てや何,何か大きな損害はないんですよ僕は一応怖かったですけど、まあ、ないけど <laughs> 距離感というか <laughs> 足のサイズを測るっぽいみたいな感じからで生産酸液との距離感も <laughs> 取って最後俺とも心の友達になったねみたいな感じで行 <laughs> くしだろっていうぐらいの。 <距>離センサーはバカなっていうんだな <laughs> この空い距離のセンサーがもうバカなってそれはもう完全に壊れてると思いますよいやこれ車のバックモニターだったらピッ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  <laughs> ずっとなるやつずっと死に難儀ですね確かになりますねあれだったら <laughs> 考えられんやんビックしましたね俺これ久しぶりというかこんな恋にというか間違っての距離感はわかるんすけどいやいやいや 犬とか猫やな若いんでタコやってやつやしや。<laughs> うんま、のおじさんがどうねタコやタコやしや。あそう若いんですよねまた多分は三十代くらいじゃないかなと思うんですけど。ケージャル下やんば。下です下です。チャチャな顔がや。や <laughs> 声も大きいしい肩上げてじゃねえじなよはい <laughs>。いやタンクトップだのしかもや。<laughs> そうそう,そうなんですよ。<laughs> 寒いだったんですよいやいやもうおかしいおかしいタンクトップっていう時点でもう,もうおかしい <laughs> そうなんです120点 <laughs> 俺来ますよもう遠くから鼻歌できたんで俺が今から並びますよみたいな <laughs> 酔っ払ってないとし,していやそんな感じは全くしなかったっすよ匂いもしんないですし別にフラフラしてるわけでもどっちかっつったらテキパキな感じですよ いやいや、申し訳ないし、イタリア人ならもうちょっと無駄な動きしそうじゃないですかわからんしやで、この陽気さはモうタリア人やらねあそれぐらいね、チャラもう堂々としてますもんね。いや、俺、この話、一番面白いのあれさ、生産期との距離も近いって、マジですごかったんですよ。いや、余計醜いし、あ入れお金入れ、紙陣入れランドあしたこうって言たらや。 もう持っててもマジで豪快でしたねジャラジャラジャラみたいなジャラジャラも近すぎたら入れにくいよ一応ある程度ストロークのやつこの石入れにくいしどう入れたのかなマジでなんで中見る場してこれジャラジャラフワあれはもうほんすごかった子供でも見たことないですもん中どうなってんのかなみたいな感じで俺もないよ大人のようマジでデージのぞいて「一連三3みたいな。 死にそうですよね、いや、これね、数々、今までスーパーに登場したじゃないですか、あなたの話大体なんかこう、加点システムで足していくんですよ、ゼロポイントから、ゼロポイントから、タンクトップっていう時点で、もう冬にタンクトップっていう時点で、まずプラス50点ですよプラス50点なんですよ。 鼻歌歌ってるで鼻歌歌ってるのでプラス10点ぐらいですからはい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 鼻歌はねことタッコはしてきたところでもまあこれはまああんま気持ち悪いんでプラス80点ぐらいですよね多分トータル4400点ぐらいってんじゃないかな多分考えられんよや当にすごいですよやっぱり 田舎だかからななんですかね関係ない田舎いっぱいあるけど、ね、こんな話聞いたこなとくないよね <laughs> で最初から俺を知り合いと思った可能性もあるんですけどまあまあでも声はかけられなかったですからねよくや知らんちの方トントンな印度やそうなんですよ俺何かちょっとした話あんのかなんか落ちてますよじゃないですけどなんかそんなのもあったんかなと思ってトントンされてみたら本当に。 まあご機嫌な感じではないんですけどよ「よかったーみたいなじゃあ最後本当に何 <laughs> <れ>、ね、<laughs> だったのかなとまあまあタンクトップもいいよ鼻歌もいいわ、はいはい、だからこのなんか生産期に近すぎたりとか、はい、あの小銭入れの中を除いて何か言うとかも、ね、これ全然いいこれだってこういう。はい この人だけの話だからこれは。あ,あ、そうですね、うん、もう全部自分の中の世界でやってますからすこれはなんか引いてちょっと変な人いるなぁで済むよ足並べるとかよ、はい、肩トントンはこっち側にも影響あるから、ね、そうですもうもうグループみたいになっちゃってるんですよなんやんばえ勝手にやるのはいいよ別にそうだ、そうですねおもし面白いなぁで怖いよですね叩かれたとも怖いよ本当ですよ本当 今この時間共有できたねじゃないですけど俺知らんよやお前みたいな俺店員さん見ればよかったな最後何だったんかな店員さんにあんまり絡んでる雰囲気もなかったし見ればよかったなヘッチ来てんのかなじゃあまあそうですね俺はでも初めてだったんで俺はもう何回もよく行くんで私時間帯に行くけど大体その時間帯行くし大体今ったいつもお店なんで初めてだったんです <laughs> でんでよく<ー> ままだだ人材が埋もれてからそうですねいったんもういやいや貧乏さんもなんでねもう完全にもしねよそから新たに入ってきた可能性もありますよそからは来ないよそからは行ったに来ないや見てないですからね僕はもうなんでわざわざやらなんでスラム街行くわ陽気なですよ陽気な明るいスラム街でいいんじゃないですかもなんか絶対イタリア人だな ももううそそれれれししかか考えらなないいだから片言だったかもしれないですね今並んだばっかりの音が入ってねうこれ歌も何歌ってるか分からんわ <laughs> 分かんないです何か鼻歌なんかリズム取ってるだけかなみたいな感じもあったんであんまり覚えてないんですけどなんかそんな感じでしたあれどうでしたっけ <laughs> <laughs> な,なんか 忘れたんからじゃあもしかしてちょっと照れがあったんですかねさすがにね一応返事はするんだろいやいやそうそうとか。そうなんですよんかお袋持ってますかってうーい!」みたいな俺の後ろからさ俺の後ろからやめてくれマジでちゃんと入っていねえよねそうよくそれで通用したらあ なんかスムーズだった感じするんで何回か見たことあるかもしれないですね店員さんはじゃあその一発であ持ってないんだみたいなまたフライタリア人超ョ絶対アダ名チ絶対あだ名チョまたあのユー陽気なイタリアのがいるぜみたいなかもしれないですねでしょうかはいイープケージャージのダールバーつまみをください このコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいことをヒープとケージャージの2人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりしますということでそれでは早速回していきましょう値引きシールはいビール上空ですはい え刑事あじさん大好きな値引きシールうん、うん、スーパーではもちろんコンビニでもレジ横にあるんです割引コーナーがうん、うん、ありますよねあ,れありますねたまに、えー、そこでポテチ薄、うん、塩お味コンソメ味うまこゆうすけ4歳も嫁も食べるし、うん、買っていこうと、うん、おいこれで俺の好感度も爆上がりいううまこゆうすけ4歳からはパーパーありがとうと想像しながらルンルンできたくよく見ると両方とも明太バ,バター味おお 2人からは何で変なもの買ってきたとバッシングの話 <laughs> <laughs> 値引きシールが丸々味のところに貼られていて裏面まで見ればよかったお二人は値引きシールに騙されたよく水買って損したエピソードあれば教えて取らしてはいいやだからもうこれは先週はねおばさんに割引じゃなくて普通値段のそばを俺にあ、ね、かわあのかごに入れる、ね、そうなんですねはい、はい、確かに値引きでも半額と ととかか円引き確かに俺半額と思って買ったら20%引きだったみたいなのたまにありますけどね<ー>やっぱりよく確認しないで買うとこれちょうど昨日買ったあの、はい、弁当に 50, 50円って書いてあるんですよ、はい、シールが貼られてるんですあこれ50円引きだろうなと思って取ってレジ持っていったら、はい、もうレジのおばちゃんが「はい、ごめんねこれさあのさ、はい、ペットボトルのもの日本買ったら50円引きっていうシールだこれ紛らわしいから剥がそうね」っつって。 うわそんなのがあったねつっていいですよそのままでつって買いますよつって買いましたけどあなるほどややこしいパターン紛らわしいやつねああいやこういうのはで見逃すんですよ俺も難しいっすよ続きまして喉はいえとももさんはい最近喉痛くて咳も痰も判断もひどくて4日ぐらいビール飲んでないしマスクして寝ていますお二人は喉のケアどうしてますか 僕はケアっていうことはしてないですけどずっとうがいはするんですよああももうこれはケアですよこれはですからまあまあそれぐらいですねもう毎日一応やることだと思いますよはい僕は鼻うがいをやりますねなるほどあとは夜寝る時は加湿器がついてますああなるほどいつもはい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 ははいはいはい アロマ的なやつが入ってるやつがんか出てますよ花物鼻うがいってはいか専用の液ですかそれともっうかあれ専用の液売ってるんですけど毎回あれ買ってたら大変なんでもうお湯にんだ塩一つまみで全然大丈夫ですあそうなんですか全然大丈夫はい。続きましてあっくむはいデコがベジータと申しますはい お二人は怖い夢を見ることもあると思うのですが私は前に宇宙船でエイリアンと戦う夢を見たのですが武器もなくなり追い詰められグーパンでエイリアンを殴ったんですがまさかの寝ている体も動いていて隣に寝ている妻の後頭部をグーパンしてしまい早朝からブチ切れられあんたの隣では寝れないと言われてしまいました別でキョンシーと戦ってキックしたら 現実で壁を思いっきり蹴って、親指が腫れたということもありましたが。<laughs> お二人はこんな経験ありますか。何で <laughs> やじいちゃん。戦う意味で見れば。うん、思いっきり、ね。って <laughs> 僕はまあ、ちっちゃい頃ですけど、まあ、だから。もう、まだ小学校低学年だと思うんですけど、うん、なんか。 出てる時に何か意外がするなと思ってカッ,ッて寝てる時に実際になんか上かどっかに出してしまうホに入ってるってうそうなんですよ <laughs> やったことがありましたね一応これは現実にあそう僕これ夢なんですけど <はい S 2> あのエレベーターお家帰ってうちのエレベーターついてるんですよ <はい S 2> 住んでるとこ4階なんでもうお家のエレベーターなんですよはいはいで普通に乗ってパッて4階押したら4階より上にどんどん上がっていくんですよはいはい数字が。 ないはずななのにるほどおかしいとおかしいと思ってどん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 上に上がっていくんですよでも30何回とか40何回50何回とかで上がっていくからえ。嘘でしょどこまで行くばと思って止まりよったんですバンってあはいもうあるところで止まったからえ止まったと思ってパッて開いたら何かの屋上なんですよ一番上はいはいはいラジオ機内の屋上みたいなコンクリートのバンって屋上なんですよ これ、まあ、あの屋上やが、っつって、はい、エレベーター、こう、一歩出たんですよ。はい、何もないから、何もないやしと思って、はい、一歩下がったら。後ろに、人、人がいて、あたるんですよ、ポンって。うわ、怖い。え、怖い。っていう夢見たんですよ。はい、はい、はい。いや、怖い。これ、何。いや。これ、なの夢 <laughs> <る>これ、俺何も、何がわからないですね。怖っと思って。<laughs> めっちゃ怖いですね、これ。うん、マジで怖いですね。はい。 なんだったその後はもうおっつって起きたあ起きたこれ起きた起きた起きたいやんだろうこれ後ろに人がいるやつだからうわ怖えさっきのイタリアの人あらんなあそっか俺のやつお父さんやいや俺のはもうはっきりとったやじゃあ続きましてぴったりの BGM はいえ h e さんケージャーさんお疲れ様ですゆるりですお家にいる うんこの音が恥ずかしくて、うん、彼女に何か音を要求したら、うん、爆音で映画ロッキーの BGM をかけてくれました <laughs> んじ青田タイヤーという車の歌詞です愛<え>オブザタイガーだなチバリオという気持ちにさせてくれて <laughs> 踏ん張る僕にはぴったりの選曲でしたおお、なるほど。お二人もこの場面にはこの BGM だっていうこだわりの組み合わせありますかああ

関係ないっちゃあれですけど、昔の音楽って、イントロって言うんですか、最初はイントロ。盛り上がりますよね、全部。ああいうの久しぶりに聞くと、なんかいいなと思って。今時の歌はほら、イントロも何も、すぐ始まるから。え、そうでしたっけ。すぐ始まる歌が多いんですよ。イントロないです後ろの、あ、アウトロもない。感想のギター、それもいらんらしいです。あ、そうなんですか。もう飛ばす。 あえてそうだからもう最初だけでいいみたいなもう曲集めたいなぐらい思ってたんす俺なんか涙しのいいですよあの、あのー、何でしたっけ「ウェルカムトゥーザ・ジャングル」とか「じゃららな何でしたどんなあったてって。 ててててててて、まねでくるとかも、ふいふいおふいふいみたいな最初、鳴かれて、最後、よっ、てりてりてりって、もうめっちゃ盛り上がるとか、いや、イントロかっこいいいっぱいありますよ、あの、だ、ドゥンドゥンパーン、ドゥンドゥンパンもかっこいいし、そうですね。かっこいいし、えっと、でれれれでれれれって。 ってデレレレッディーンデレレレッデレレッれィーンとかもかっこいいじゃないですか確かになりますねさっきの「アイ・オブ・ザ・タイガー」もトゥク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  はい、え皆さん、こんばんは、えー、桜の木が少しずつ緑色になり始めた東京から、国分寺の加藤ちゃんです。はい、やすえお二人は旅の荷造り、どんなされていますか、うん、ひよちゃん、かっこ旦那様は、今、2泊用ぐらいのころころに、かちかちに危害を詰めて、2週間の出張にいってます <laughs> うわ、それ、出張か、2日用に2週間、すごいな、家のたんすを開けたら、ワイシャツが残っていませんでした。 とてあんなにカチカチに入れていたら国境で荷物検査されたら係の人が驚かずいい <laughs> プーさんたちも旅の前の荷造り楽しまれていますかで,で放送ちまってねあ荷造りは苦手ではあるんですけど、まあ、まだいい方うまい方かもしれないですね俺あでももうはいえー、もうずっと一日中一日中というかちゃんと時間作って俺荷造りするんで一応あ、まあ僕も ちちゃゃっとやりますね僕はもう朝と夜に風呂入るから一泊かける2で下着はい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 もう準備して T シャツはじゃあ1日1枚として今度考えてやるからささっと終わるんですけどもううちの妻がもう大変なんですよあそうなんですかあれは持っていくこれも持っていくしなもう結局僕が引っ張るんですよ 持っていく持っていくいいいけど俺が引っ張るんだけどなと思ってそうそうそうなんですよでまたお土産もたくさん入るじゃないですかはははなるほどでいいですよ金たこみたいですよもうしまらんしまらん押してか圧縮してか全然しまらんぬんからなチーズ出てるよみたいな俺あれだったんですよリュック東京でちょっと 怪しい格好であったんですけど彼言ってたんですよもうすぐ職質されてしたらもうパンパンに詰めてるんですようまい具合に、うんうん、もう開けるじゃないですかなんかごそごそ手入れてやられるじゃないですか、うん、はいもう縛らんぐらいになっちゃってあれで一回2回そう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 締めの大、ね、そなんですよ。そうなんですよ。そう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 れうそ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 う 東京行って2回ぐらいされたあのヒープーさんと行った時あったじゃん10年ぐらい前にあああの時にちょっとあのランドに行く前になんか待ち合わせしてたんですよファストフード店かどうかあの時に駅あるって時に俺されたで。そうなんですよちょっと遅れたんですよすいませんっつってちょっと食事されたんですよっつってちょっといいですかとか言って2人がかりでもうスーパーにいる人って買わないでしょやっぱ一緒やしやん 寄ってくるんで聞く時期だから、はい、ピュアなエスさん、はい、職場で作業をしていた時の話、はい、店もオープンしてお客さんが入ってきて数分後、うん、品出しをしていたら「うん、こんにちは」って耳元で聞こえたので「うん、いらっしゃいませ」と振り向くと誰もいないえ 空目と思い作業を続けているとまた「こんにちは」と男の人の声が、うん、やはり周りを見渡しても男性や人はいない何それ CM の時期だからかねお二人はこの時期だからっていうのありますうわもうそのままなんですねうん、うん、いやすごいないや全くないです俺はそういうなんか怖いというか霊感的なのは霊感的なもあ俺もないですけどこんなはっきりとあるんですね、うん、この時期だからっていうの 刺身とか、そういうことなんですかね。うん梅雨が来たらですね、はい、あの。カレーが痛みますね。あ、いや、そうでしょう。<laughs> そうでしょうね。確かに。カレーとかね、水回りとか。カレーがすごい食べ、ね。<laughs> ちゃんとあきらさんと。カレー、本当にすごいですね、ヒップさん。カレーはね。<laughs> よく作るから、もうわかるんです、ね。カレーしかない、俺には。<laughs> いやでもしっかり食い物は確かに今の時期はちゃんとやらないと簡単側にやられますからねホンにして作ってね<当> <laughs> 最悪ですね完備できてしまったら本当に、うん、はに、い、気をつけた方がいいです <laughs>、はい、さあこのコーナーでは皆さんからトークテーマをメールで募集していますよ何を話すか寄せられたつまみの中からルーレットで決定しますよ参加希望の方は懸命につまみ本部につまみの内容とご自身のエピソードを書いて番組まで送ってきてください以上「つまみをください」のコーナーでした フリーのメッセージが来ておりますので、いきたいと思います。ハイ<い>、えーはい、サイツトモです。うん、ありがとうございます。痛いことが起こりました。木曜に睾丸、えー、がトンと上に上り、それから2日経っても、えー、降りないのが続き、違和感が残ったが、日曜日の朝に少し痛みがあり、まだ降りないのかと。階段を降りるときに、トントンと。 降りても落ち何年、えー、夜には痛みがあり月曜日の朝に立つ時にズキンと抗がんを握られるみたいな痛さがあり病院にエコー検査では抗がんが上には上がっておらず、えー、右足のもと右足元まで痛さがあったので、うん、CT 検査をすると脱腸の疑いがあるのであっ外科病院を紹介され移動、はあえー、そこでエ,エコー検査したら 口がんに炎症がありその症状が起こるのがオタフク風邪ウイルスなので周りにそういった人がいない<え>、えー、すると口、えー、がんが上に上がる時精子を通るなのかな通る、うんうん、臓器に当たったり時に炎症が起こったのではないかと、えー、親にオタフク風邪に感染したのを確認したら「えー、風邪をひいてない」って、うんえー、痛み止めとか。 抗生物質を飲んで様子見です一つの卵が死にましたええーはい、ちょっと待ってちょちょ,ちょ見せてよそれではないんすね脱腸ではなかったんだ口がんに痛みがして炎症が起きてるていへえか、ー、<風>んねこれおたふくかぜでもなかったってことなんですかね 怖いなんで結構こんなことがあるわけ現象が起こったんですかね、えー、様子見いや何もなければいいですけどね本当。確かに俺も脱腸の手術後あったんですよ肩甲癌が,んが痛みがあって、うんえー、一応何か手術過程で何かそれに通じる何かを切ったり貼ったりするみたいな でちょっと引っ張られてる感じもあったんですよ実際にあれなんか上がってるなみたいな皮ごと今は特にないんですけどその時ズキズキはあったんですけど今はないんですけどなえか一緒な感じするなと思ったじゃなかったんですよね単純に炎症なんで気をつけましょうよもう本当。これあのまあ男性はみんな分かるあれですけど例えば野球のボールとかがキャッチャーやっててはいはいはい当たるじゃないですかはいあれみんなジャンプするでしょ なんでかというとあれ上に上がるからなんですよねあれ本当に上がってるんですかあれ本当に上がってますよあそうなんですねトントンとかしったりしてはいそういうことなんですね物理的に本当に上がってると思いますやばいだって俺人聞いた話で指でこの辺で下げるって聞いた覚えありますよえはい上に上がってからマジっすかホ本当にあそっか上がってるとこ一か所か多分ですけど分からんけど危険を感じてはい 引っ込めてるんじゃないかなって思うんですよ多分でなるほどはい多分ですけどんかそういう機能があるんですかねだってあれって暑かったり寒かったりしたらほらああまあまあまあ伸びたり縮んだりするじゃないですか確かにありますねそうそうだからそうだと思いますよあなんかそんな痛み系のあれもあるんですかねじゃあ暑さ寒さだけじゃなくてそうそうだからねドームみたいに屋根が開いた閉まったりみたいなことですよ便利だな大事なもんですからねそう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 ですよ いやすごいなでもマジで大事にですよ,ですよ本当にね本当にはい、はいえー、じゃあ局の方行きたいと思います、はい、えー、私はゆいゆいさんから頂い,いてまして、うん、あこれは僕もちらっと聞きましたけどもあのまあお二人が、えー、コンサートをやるということであのお二人ですあ,あ<の>最近ニュースになったやつなってると思いますあ,とあ芸人芸人ですねはいはい、はい、かりました の歌でですすねねいいい歌ようあ、じゃああれだないっぱいありますねでもこの二人のいい歌なんか渋い感じのああわかりましたマジっすかわかりましたすごいわかりました僕はですねピュアナ・アイスさんからのリクエストですねはいえっとですね一言で言うとなんだ「ドヤンキー」ですね「ドヤンキー」昔のですか今の昔の僕なんか学生ではないです僕はもう大人になってますあ 大暴大人なってます大暴大人じゃあもうあれかな陽気なドヤンキですはいはいはいなんかわかりましたはいわかりましたはいはいじゃあ行きます買った方のかけますよじゃんけんじゃあ行きます最初はグーじゃんけんパーよっしゃケージャージ勝ちましたよということでゆいゆいさんのリクエスト曲ですどうぞ いい歌ですね、僕、予想してました、そうですね、トンネルズの情けねえということで、29年ぶりに日本武道館でライブするらしいさ、ねこの人たちの歌、好きだわけよ、おちゃらけた歌も楽しくていいんだけど、バラードもなんか響くんだよなということで、いい歌、多いないですね、本当にいい歌です、楽しみですね、武道館も。ピアスリクエトかかますすよ騎士団じゃゃないでっし喧嘩上等 あ分かんないですね喧嘩、えー、最近仕事でストレスがたまりまくりでよああはいはい、はい、職場でイライラする国部屋を見たら「かかってこいや <laughs> 喧嘩上等と」っていう曲が流れるってば「<laughs> あなるほどあストレスって嫌ね買ってからにイライラ吹き飛ばして」っていうことでね負けたんでね <laughs> また伝まったかもしれないですね。そ <laughs> う巻きずにどんどんリクエストしてほしいですね。<はい S 2> ということで、えまた来週もやります。ぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください。待ってまーす お題となるシチュエーションでのやってはいけないことでボケる大喜利コーナーです、今週のお題は、入社式でやってはいけないことでボケてください,い、はい、たくさん来てるんで、店舗よく行きますじゃあ、バチコアイさんの入社式でやってはいけないこと。 祝辞で職業差別発言 <laughs> あの辞、ー、<ん>めた方がね辞めた知事がいらっしゃいますんでね <laughs> あったなこ <あー S 2> ういうことを言ってたというね <laughs> なんかこれは確かに大変な入社ですからできませんよ、はい、それ言っちゃったらも、ね、職業に上も下も何もないですからね,いからねはい <laughs>、はい、じゃあ、えー、続きましてミーバイ・マルバイさんから、えー、やってはいけないこと 社長が登場した時に指笛を吹いてはいけないなめられてるな社長どうしてピッピッピーピーピーピピみたいな社長ええ社長わらせわらせええとかわらせなってるしも絶対ダメええ社長わらせ じゃあギャグを一つっていうかもしれないやるわけ絶対やるわけよ社長,社長もしくね <laughs> 最悪最悪なのから <laughs> まあ盛り上がればね本人たちがよければいいでしょうね <laughs> 多分ね続きまして、えーはい、ボワイトレモンさんの入社式でやってはいけないこと酒盛りしてネクタイを鉢巻きにすることああ あれ漫画でしか見たことかドラマでしか見たことないんだよほぼないですけどないよな僕がサラリーマンというかやってた時もあんな人いませんでしてすでにというか言ってるんですかねあんまりネクタイやってスーツ着て飲み会行くっていうのがあんまりないかね沖縄ってあまあまあそうですねそもそもそうだわけよ確かにないですね一あそう

顎の面積おリさんからいただきましたやってはいけない選手権手を挙げてあとどれぐらいで終わりますかという質問ああはあ長いとかか、ね、そういうことなのかなこれはちょっとまずいっすよこういうのは、うん、これはあの本ンか嘘か分からないですけど、はい、あの動画が X に載ってて、はい、あの若い社員が社長と話してるんですよ「はい、今日の飲み会って給料出るんですか?」みたいな。 うわういや出ないよっつって「あ,あ<う>じゃあ行か,、ね、かないっす」っていうはこれ強制じゃないっすよね」っつってああこんな延々とやってるっていう動画が載ってるんですけど今っぽいね今っぽいですね本当にこれは、うんえー、続きましてゆるりさんの入社式でやってはいけないこと、うん、講習会の この会社でいっぱい資格取っていい給料の他社に行きますっていう意気込みを言うはあ<ー> <laughs> この会社踏み台ですって言う,ていう、ね、はあはあ <laughs> すごいな <laughs> <laughs> もう役員どころかもう全社員的に回しそうなも <laughs> うクビだな <laughs> <laughs> まだ何もやってないですもんね,ねまずは<ー>できてないのにっていうね、えー、じゃあ続きまして ギロアンシティさんから頂きました、えー、やってはいけないこと壇上に上がって訓示を述べている社長に休暇願いと退職金の前借りを声高らかにお願いする入社式ですぐ社長休んで <laughs> 社長前借りしよう前借り 社長 <laughs> 結局それ結局牛か牛か <laughs> 今,今日時間かかったから休んでやした、うん、もう恐ろしいな本当に <laughs> 入社式だよね入社式ですよ <laughs> 訓示述べてるときですよ頑張っていきましょうみたいな時に <laughs> すごいな本当に続きまして加賀白時五十分さんの「入社式でやってはいけないこと」 サプライズでバズーカを鳴らし新入社員を驚かすバーン <laughs> あ今度はもう社員側からの社員側からの反撃社長がなんかねめっちゃ真面目な話を言ってる時にバーンなんか知らんけどでっかくて面白いっすねバ<ー>ン <laughs> とりあえずのな情景みたいな何か <laughs>、ね、<laughs> 何何と思ったらそれだけというねなんかね。ね まあ、昨今の事情に鑑みまして <laughs> 皆さんのねこの SDGs に関わらずバーン <laughs> <laughs> 最高やつさめっちゃ面白いなこれ本当に社長の口でも言ってほしいない急になバーンめっちゃ面白いあな俺一回ネタで会ったんですけどそうだよ思い出してやったことあるんですよあの なんか、えっと、紙芝居っていうネタあるんですけど<ー>でおじいさんとおばあさんがやってるときに「ギャー!」っていうのがあって <laughs> <laughs> 一回あのちょっとプロの方のネタ見せのところで「<laughs> あれはやな本かい?」と思います。 いや一回客席では爆笑取ったんですけど <laughs> プロの方からはあんまりよ,よくないみたいなちょっとでっかい声出したんでね狭い部屋で <laughs> 狭い部屋でんでっかいいやこれ面白いし面白いです,よいですだから場所一応選ぼうかなと、ね、ししかない,い、ね、<laughs> そうなんですよ後ろの方がちょっとくスくスくるぐらいあるんですけど <laughs> <laughs> あるんですけどね大人、はい、げない大人げない、えー、じゃ続きまして えー、国分寺の加藤ちゃんさんからいただきましたやってはいけないこと、シャを自分アレンジして歌う。あ、はあはあ、はははなるほど、効果とかな会社の歌ってことですね。うんうん。死にかっこいい。<laughs> 死にかっこいい。<laughs> <laughs> みんな注目しますよね。<laughs> 誰これ？カノエコみたいに勝手にアレンジして歌うやつ。<laughs> <laughs> <laughs> めっちゃ面白いい <laughs> ってほしいなでもこれぐらいだったらこれは楽しみなんでねはいあ以上になんですかね今週もありがとうございましたあ違うなあこちらか、えー、やってはいけない選手権ですね <はい S 2>、えー、来週は方言暴言のコーナーやりますので <うん S 2> 行き過ぎて逆に面白い方言の暴言を送ってくださいチューブの皆さん出番ですよ <はい S 2> 待ってまーすメロディアスな主張ー あなたが今一番伝えたいことをヒープとケージャージがメロディーに乗せて叫びます日常に潜むなぜどうしてや他人の行動になんか納得いかないことこの機会にぶっちゃけたいことなど皆さんの心の叫びを代弁します4月の課題曲はアイイネククライナハトムジークですということで、はいはい、それではいきましょうかいきましょうかえー、っとですねじゃあ一発目はボワイトレモンさんの作品 前歯の隣の歯が「神経ない色してる」うん、あー残念だな 2> 中二で片方の前歯を失って40年経った今残ってるもう片方の前歯に寄り添っている歯の色がグレー色になってきて、うんうん、えまた前歯を失うのかと悩んだ気持ちを歌詞にしました <laughs> <laughs> 知り真面目に書いたレジや <laughs> 多分差し歯になると思います <laughs> 刑事愛さんは前歯大丈夫ですかな <laughs> あれは俗に何か神経がってことですかあ俺知らんかったんだけどこれ色が変わるんだ神経ないなんだか,か聞きますねあそう、はい、うちの,あの芸人の寿パンチもう片っぽ前歯はあそうなってますよあれこ<ー>神経じゃなかったかな<ー>うわ残念ですね歯、はあ、大事っすよそうなんですよ歯、はあ、玄関と一緒で歯はね <laughs> ーバーって玄関とかさ車で行ったらさ <laughs>、ね、グリルグリル,グリル部分もう前の顔です顔確かに一番大事かもしれないな大事だもうもし差し歯になるんだったらもうはいう上等から買ってくださいそうですね差し歯できるんだったらまたきれいに上等からやったほがいいしで、うんうん、できると思うんでまた全然大丈夫と思いますんでねはい <laughs>、はい、じゃ続きまして、えー、シャバドゥンさんからいただきましたメロディアスな主張 朝から数字で車中でチューするなおちょっと和王の案件ですかねヒープーさん、ケ軽自動車さん、それから皆さんお疲れ様ですシャバドゥーンです俺は毎朝ウォーキングしているんだけどこないだいつもの数字道を通ったら一台の軽自動車が止まっていてその中で、えー、あ 若くはないカップルが注視していた爽やかな朝を第二に尊敬ということで、あ、そういう年代の方じゃないんだ。なかなか、ね、若くはないって何歳ぐらいなの？あ、どれくらいも三十五三十代じゃないですか？二十<ー>代まではなんかまだちょっと若いって感じ俺はするんですけど。 あ若くはないなんかこういうのって、あのー、許される年代となんでよっていう年代がありますよねなんか許されない年代ってないですかもう,す、ね、もう俺はあると思います例えば10代とか20代ぐらいだったら若いなっつって逆にこれあの70歳のおじいちゃんとおばあちゃんだったらなんかむしろもう微笑ましいじゃないですか <laughs> <laughs> あもうさらに超えちゃってみたいなだかこ真ん中ぐらいのゾーンが <laughs>、はい、楽しそうが道でやってなるんですよね <laughs> まいやどうなるんですか、ま、若いからまあいいでしょう若いなでは終わるしですよ年いったらなんかわいいなってなるなで、うん、そうにすね。真ん中ぐらいのが、うん、もうなんか家 <laughs>、ね、でやれやみたいな感じになるじゃないですか確かに<ー>なんか 後でもトレンディーっぽい人たちだったらオッケーな感じしますね,ねトレンディーっぽい人たちって <laughs> 石田俊一さん系の何かかっこいいスケメンイケジョの <laughs> あ<ー>スケベンって一言で読んでるんです <laughs> いやなんか、ま、見た目も大事なんですかね分かんないんですまあまあまあねで続きましてはいえー、あこっちか「顎の面積、はい、お兄さんの作品」 やめとけその技はとにかく無駄だからほうほう柔道部だった友人勝は「俺は巴投げが得意だばあよ」と言って柔道の授業で番内巴投げを仕掛けるんですが毎回失敗していましたそして毎回巴投げを仕掛けるために自分の後頭部を畳に打ちつけられるので後半はフラフラになって帰宅部の連中にも負けていました で大事でいや,いやこれ受け身もできてないし <laughs> なんで後頭部ガーンってなるの柔道部の人がや <laughs> ですねそ,もそ,もそうならないために受け身やってんじゃないの一番一丁目一番ちいですよ受け身は本当にしかもなんで巴投げなんだろうな一本背負いとか背負いがかっこいいじゃないですか言ったらいやなんかこれもうあれさ大技だからじゃない <laughs> <に>あれと一緒ってだ、あのー、サッカーのオーバーヘッドやるのと一緒ってヒッチち <laughs> オーバーヘッドや, <laughs> やろうやろうしやもうこう小学生無人それも本当にやりたての一番うざかっこいいやつってことなのかな <laughs>、うん、<laughs> はい <laughs> えじゃ続きまして横浜のひろぽんさんからいただきましたメロディアスな主張「<laughs> 狭い歩道なのに」 大きいビニール傘な。狭いほどで向かいから大きなビニール傘を差している人は絶対に傘を傾けたりしないよムかつく自分だけ濡れ,な濡れなきゃいいのかってねあ沖縄の人は傘を差さないからわからないかなええわ分かりますよ対抗したりする時ですよね傘を差しながらねそうですねえ傾,傾けない傾けないでしょ 傾けたり、もしくはもうすぐ、あ、まあ、上に上げたり。上が多いな、俺。ですね。俺も上、ちょ、傾けるっつっても、もう歩いてない側に。でもさ、あれ、上に上げたら、よ、この。前から来る人が下になるってことさ、傘。はい、はい、はい、そう。俺、濡れるよね。濡れ、濡れ、濡れ、濡れます。なんか、なんか、濡れる。は、もう残念ですけども、濡れますからね。気遣い大事と思いますよ。本当に。え、続きまして、ピアノアイスさんの作品。 バリウム飲んで胃の検査止まって止まって意味分からんあ<ー>人間毒いったわけさ胃の検査でバリウム飲んだわけどしたらあれって「息止めて」とか「体動かしてからに止めて」って言ってるけど、うん、下手くそはヒッチ止めて止めて,止めて <laughs> ばっかり言うから息なのか体なのか分からず先生も「あ違う!<え>」ばっかりでもう少しゲップが出てさえ。<laughs> 最悪だやるなよっつってね、頑張って、止めてやるなっつって、いや、どっちだって、あれ、あの、指示する人が、テンパったトーンで言ったらだめですよね。ああ、なるほど、こっちにも緊張感こっちがまだテンパってんだら分かりますけど、はい、止めて、ああ、止めて、ああ、吐いて、止めて、どっち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 、いやどっち、どっち、 これ本人の操作がだめなのかもしれないですね、映<ー>ってないみたいなとかあってね、<laughs> ねえー、残念でしたということで。でねはい、ということで、以上になりますね、今週もありがとうございました、来週もたくさんの参加待っています。以上メロディアスな主張のコーナーナでした

陽気だからイタリアっぽいしみたいな感じですかねあれあれでそしたらでもあのなんでか商品が、うん、ピザだったら分かるんですけど、うん、多分そういうのはなかったんで分 <laughs> かんないですよイタリア感覚、うん、な,なんでこんなウキウキしてるのかが分からん <laughs> 確かに <laughs> 俺の足のサイズもあれどうするのかな <laughs> データ取ってっていうのも一応ありますんで <laughs> 一応今度あったらもうちょっと乗っかってみたいと思います俺もこうなったら聞け <laughs> いやイタリア人だろっていやいや,いやイタリア人かやイタリア人かや!」<laughs> じゃあちょっと頑張ってみますんで、はい、<laughs> 絶対突っ込んでくださいよ次はかりました <laughs>、うん、はいまた来週ですねこの時間のお相手はケイャージとキープでしたありましたバイバイ